アリク・リーと申します。こうして多くの方々が香港の関心に寄せ、この映画を見いただくということがとても嬉しいです。今現在香港の多くの活動家が刑務所に収監されて、香港からのニュースと海外に届くことがますます難しいくなっています。だからこそこの映画を通じて香港の現実を日本の皆さんに伝えてきてとても嬉しいです。とても光栄です。これから、今日のスペシャルゲストをご紹介させていただきます。まずは新監督が、トゥインクル・アン監督が、わざわざロンドンからこのジュエルのために、東京まで駆けつけてくださいました。続いて活動家である、平野優さんが最も、香港人の中で有名な日本人サポーターです。何度香港に訪れ、日本で2019年から何度も集会やデモやよく企画してきました。これから平野さんに進行をお任せいたします。よろしくお願いします。皆様、こんばんは。香港民主活動家の平野雨竜と申します。今ご紹介に預かりました通り、2019年の6月から、日本と香港で、集会やデモに、日本で、デモや集会を主催、一緒に主催で、香港では、デモや集会に、参加してまいりました。香港では、昼のデモも参加しましたし、夜も夜中の3時まで警察に追いかけられ、夜の門戸を走り回るという、何ですかね、いろいろと、活動を、経験をしてまいりました。で、コロナで2020年の2月に香港入れなくなってしまい、最近ですと今年の7月に香港に行ったんですけれども、入居拒否という形で返されて強制送還されてしまい、今後は香港には行くことができない、入ることができないという形になります。で、この5年間一緒にデモ集会いろいろと主催してきたんですけれども、今後に関しましては、来年の参議院選挙、東京選挙区に出馬を目指しております。2019年6月から香港のためにずっと活動してまいりまして、今後も香港のために活動したい、貢献したいという思いで、今後は活動家ではもうやれること少なくなってまいりましたので、今後は国政を目指す形というのが、今の現状でございます。平野雨竜と申します。本日は、短い時間にはなるんですが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。では、監督にいろいろと質問をしていきたいと思います。2019年の、6月、皆様香港行ってない方が、ほとんどかと存じますので、今日映画に出ていた水砲車とか、皆様見たこともないし全然想像もしたことないと思うんですけれども、水砲車がなぜ青いのかとか、どんな痛みなのかっていうのを、私も水砲車当たったことないので、ちょっと監督に、お伺いしたいなと、思います。水砲車、まず なぜ青かったんでしょうか。好多謝你的問題。我都希望你從來都未試過中呢個水泡嘅。咁點解係藍色呢？咁除咗係容易辨認到有啲顏料入咗去，佢唔係普通嘅水，佢係有啲胡椒水係成分係非常之乸嘅。咁同埋咁大嘅衝擊力咧，係喺玻璃嘅時候已經有一個網媒記者咧，就係俾佢射到頭落地，腦震盪腦出血啦，去做手術。咁而當時我喺片裏邊咧，俾佢射濕咗部機，彎咗啲嘢。咁但係我人就俾個水泡都係個頭盔頂一頂，執穩個馬，咁我冇事，係啦。咁但係都好辛苦嘅，因為入咗之後咧，個面罩係要掹咗佢，因為好辣。掹咗佢之後咧，我又入又會吸 TG， 我又會透到氣，所以最後都係我俾人拖走咗嘅。
そうですね、水泡車についてなんですけども、なぜ青いのかっていうのところは、そもそもやっぱ色が入っていないと識別ができないので、その認識のために多分お色がついているだけだと思うんですけど、中にはあの胡椒、塩胡椒の胡椒ですね、が入っており、とても当たっていくとすごく痛い、まあ、火傷した気分にはなるんですけども、実際に理工大学の時に、その水泡車に当たって頭から落ちてしまった人がいるんですけども、彼はもうあの手術も行ってしまい、で僕自身もその時当たったんですけれども、ヘルメットをしていたので幸いにもあの大きな怪我にはならなかったんですけども、マスク、ガスマスクをしているので、ガスマスクの中に入ってしまうとあのとても痛くて、でも外してしまうとあのガスが吸ってしまうことになるので、どちらもできず、結局あのその場から退去することになりました。で幸いにもカメラもちょっと無事にはいたんですけれども、その場からもう離れることしかできませんでした。ありがとうございます。続きまして、まあ、今日何度も流れたと思うんですが、催涙ガスの、感覚、痛みというのをちょっと教えていただけますでしょうか。關於催淚彈嗰度咧，咁其實除咗係會俾一啲打中件衫，咁會黑咗一笪，因為佢係燃燒緊嘅嘢，會有啲黑色嘅一啲燒焦咗嘅嘢喺我件衫嗰度出現啦，有個印啦。咁其實嗰啲白色嘅煙都會令到我唞唔到氣嘅，係啊。咁我亦都會好冷眼，令到我睇唔到嘢。咁所以我哋記者或者其他朋友好多時都要帶一啲filter， 戴一啲面罩，但係當然如果個濃度太勁都會頂唔到嘅話，咁都會吸入咗都好辛苦。そうですね。催涙弾に当たってしまうと、最初あの焦げがやっぱり黒い焦げが体についてしまうというのもありますし、あの煙、白い煙がとても目に染みる痛みでございまして、でいくらフィルターがついているマスクとはいえ濃度が高い。あの煙を吸ってしまうとあのすごく呼吸困難に起こしてしまうので、あのとても痛いものではございます。ありがとうございます。続きまして、実弾の、映像があったかと思うんですけど、まあ、実弾が、いつ頃から使われ始めたのか、まあ、2019年6月からデモが始まって、まあ、最初は使われてなかったと思うんですけれども、いつ頃から、実弾が使われ始めたのかお伺いできますか。我諗如果係講緊真係開實彈真槍嘅話，我印象中我記得係有荃灣嗰陣時已經有騎槍去指住人啦，咁亦都曾志健啊，曾同學亦都喺嗰度係會中槍啦。咁啊，西灣河啊嗰度亦都有出現過啦。咁所以導致有後邊兩間大學咁大嘅衝突，咁亦都係一個導火線。第二次應該係喺11月。僕の印象的にはですね、一番最初は確か中湾で起きた時 で2回目がその台湾法というところなんですけども、その2回目がだいたい11月頃だったと思います。1回目は10月1日の国慶節の時ですかね。これは支配です。10月。ありがとうございます。今回の映画が、自殺、抗議自殺した人の映像が多く流れる、映画だったと、ドキュメンタリーだったと思うんですが、2019年以降、抗議自殺というのはあったんでしょうか。9年以降、今回の映画以外で。其實剛才問題就是說那個
不斷都使刑嘅九年，去到依家其實不斷都有一啲朋友會選擇去輕生，因為開頭可能係因為佢哋覺得好無力感重，就想用自己嘅死啦，去到以死去相間，去同政府做一個抗衡。後來嘅我自己覺得係更加多嘅係因為對個政府嗰個無視冥頑不靈嘅一個。對社會整個氣氛的絕望的感覺被他們吞噬了，沒有人可以分享到的時候，他們選擇了去這樣做，我自己覺得是很可惜。2019年の頃はその抗議殺というのはあったと思うんですけれども、その今に至って、まあ、デモが落ち着いてしまって、その自殺する人はいるんですけれども、その抗議自殺っていうよりかは政府に対する失望や絶望に対する気持ちで自殺する方々がいるんではないかなと考えております。わかりました、ありがとうございます。今回の上映、まあ、世界7カ国で上映されているそうですが、まあ、香港政府からの脅迫またはプロチャイナ、親中派からの脅迫ってものはあるんでしょうか。關於恐嚇我白色恐怖係咪？其實就好得意嘅。咁大家都知道咩係五毛啊、網軍嗰啲，咁成日咧我會喺Facebook 啊，唔同嘅平台出 po 咧，咁啲 po 咧通常一過咗200個 like 度咧，跟住佢哋就會入嚟咁樣嘅，好似收個通告咁樣，咁就講好多好難聽嘅説話啦。咁亦都係試過俾人哋去舉報我國安法啦，通過嗰啲咩微信嘅平台去舉報咗，舉報咗我兩次，係就話我去即係呼籲啲人去簽嗰啲聯署petition去制裁，就出嚟嗰啲 po， 咁所以就要舉報我啦，舉報咗兩次。跟住第二，另外就係、亦都上過喺英國首映嘅時候，亦都上過東方啦，亦都上過點新聞嗰啲政府嘅網媒啦。咁即係佢又唔提我個名喎，但係又出我個樣喎，係咪？即係咁可能佢唔係好想我出名，或者唔想套戲出名，咁但係佢又用我個樣啦。咁但係我覺得好多好多嘢其實係佢嘗試成日都想發出啲信息去做好多嘅白色恐怖去恐嚇我哋。咁但係我哋做放映其實都係得一個目的，就係想俾想睇嘅人有得睇，就係咁簡單嘅啫。そうですね。脅迫っていう観点から言うと、例えばなんですけど、Twitter、まあ、X などで何かこう。ポストした後に大体200いいねぐらい超えると、アンチの方から攻撃をされたりとかしまして、あとは国安法で通報されることを2回ほどありまして、その、まあ、なんかその親中派の方々がこう署名を集めてみたいなことを、まあ、2回ほどありました。で、あとはその東方新聞っていう香港でいう親中派の新聞社とかにまあ、この映画について、まあ、あまりよくいいことは書かれてないんですけども、顔写真を使われて、ただ僕の名前をなぜか載せていただけなかったと、まあ、多分お名前を載せてしまうと宣伝になってしまうのでということで、そういうちょっと白色テロ的なことはありましたと。わかりました、ありがとうございます。今回この映画が、イギリス、アメリカ、ドイツ、ポーランド、オーストラリアなどで、上映されてきたと思うんですけれども、外国人の反応ってどうだったかお伺いできますか。アメリカ人、イギリス人、ドイツ人、どんな反応だったのか。關於觀眾的反應，其實我自己今次一個英國的難民身份千辛萬苦來到日本，我自己非常感動，因為見到入場的時候見到大家面上面也都很帶著很多的情緒，而更重要是跟之前放映是非常之不同的，因為之前的大部分都是香港的朋友慰勞是沒問題，但是一直都很想多些多些當地人去看這個作品，但是今次在日本非常之我自己覺得成功，也都做到，就是每一場除了爆滿之外，亦都有超過
七成八成的朋友的觀眾都是本地的日本人，他們很多都跟香港有不同的連結，有香港是有香港的朋友在那裡，所以有很多連結，有很多經歷在那裡，所以我覺得是很感動，也很感謝大家每一位入場支持的作品的觀眾，多謝你。ですね、まあ、いろんな国で、上映させていただいたんですけれども、とその国々に住んでいる香港人からの支援も大きくて、上映はとても成功したものではあるんですけれども、日本に来て僕今難民の身分でちょっと来ているんですけれども、すごくとても嬉しかったのが7割8割が日本人であることで、一番それが大成功だなって思っておりまして、もちろん香港人の方々に見ていただきたいんですけれども、本来であればその現地の人たちにもっともっと、海外の人たちにもっともっと知ってほしいっていうところに関しては、日本ではすごく成功しているんではないかなと、すごく感謝しております。ありがとうございます。多くの、香港人が、まあ、イギリスを亡命先としてメインに選んでいると思うんですけれども、イギリスに今何万人ぐらいの香港人が移住しているんでしょうか。まあ、今イギリス住んでらっしゃるとのことなんですが、咁啊，頭先片裏邊其實都會有少少數據關於移民嘅數字，就係將嗰個入境同埋出境嘅數字相扣咧，其實喺大家都可以喺香港嗰、那個。入邊主要的環道大概五啊三萬人啦，當時嘅截至嗰個數字。咁喺英國內政部咧都有公布過一個數字，如果我冇記錯嘅話，應該大概23万人咧，就係香港人咧係去咗英國係 BNO Visa 嗰啲咁嘅移民嘅。咁但係如果難民，好似我咁樣嘅身份，正義庇護嘅身份，其實就非常之少，可能都係得幾十個啫。因為好多人好多朋友佢哋。在他們被捕的過程之中已經是沒收了護照，所以是沒得走，走不了的。先ほど映像の中でも多少ちょっと数字のお話もあったと思うんですけれども、大体出国、これまで出国なさって移民した人が53万人ぐらいなんですけれども、イギリスだけでのデータを見ると大体23万人ぐらいだと言われております。ただし僕みたいに難民っていうカテゴリーとしては本当に数十人しかいなくて、たとえ逮捕されてしまっても裁判まででパスポートを取り上げられてしまうことが多々あるので、やっぱ香港から離れない方々もいらっしゃいます。わかりました、ありがとうございます。お時間迫ってまいりましたので、最後に監督が日本人に伝えたいことをお伺いできますでしょうか。我自己就好多謝大家今日入場去支持嘅作品啦。咁我亦都同時間係好感謝平野小姐咧。咁喺過去嗰段時間咧，一直係支持去香港嘅。無論係之前喺早喺2019年嘅時候有參與到當時嘅民間記者顧會啦。咁亦都喺日本呢邊不斷去舉行同埋參與一啲支持香港嘅一啲集會啊、遊行啊咁樣。咁我係作為一個已經叫做離散咗嘅香港人啦，喺倫敦。咁我係好衷心多謝明野小姐咁喺日本嘅一啲付出同埋努力嘅。咁佢係個好勤力嘅女仔，多謝佢。最後ですね、今回見ていただいた方々に感謝申し上げます。ありがとうございます。あと特に平野さんには感謝しておりまして、日本で記者会見を開いていただいたりとか、デモを主催していただいたり、細々と地道にこういろんなことを努力なさっていただいて、香港人としてとても感謝しております。ありがとうございます。じゃあ、まあ最後に私も皆様にお伝えしたいことがあります。香港2019年の6月からデモが始まりまして5年となりました。でこの5年間の間、まあ、ミャンマーでの、クーデターがあり、まあ、そしてウクライナでの戦争があり、そして今はガザが、
世界で最も取り上げられている問題だと思います。こうして香港の問題は今どんどん風化しております。誰も今香港の、話をしなくなりましたし、まあ、昨日もちょっと問題になったんですが、まあ、テレ東というか、日本の、メディアが香港のことを取り上げても全然再生数が回らなくなったっていうのが私たち数字を見てすごくショックを受けております。まあ、今後もどんどんその香港の YouTube 番組を上げても多分今後も再生数が上がることは多分悲しいことにないでしょうし、今後もどんどん多分香港はもしかしたら忘れられていくのかもしれない。でも、まあ、今日は皆様ここに足を運んでくださった皆様だけは香港のことを今後もずっと忘れないでいただきたいですし、応援していただきたい。そして、まあ、香港人はチャンスを待っています。まだ香港でも終わってませんし、香港人もまだこうやって諦めてなくて、顔を出して活動しています。まあ、香港がいつか自由を取り戻せるチャンスっていうのを香港人はずっと待っていますので、その時まで皆様ずっと香港のことを応援していただきたいなと思います。今後も香港のことを周りの方に伝えてほしいです。そして、まあ経済的に余裕がある方は香港の、メディアとか香港の団体とかに、寄付をしていただきたいです。まあ、そして、まあ、今回パンフレットも、販売しております。700円というかなり安い金額でパンフレット売っておりまして、中に今回の今回かなり、スピーディーだったと思います。ね、ユンロの白シャツヤクザの話から、中文大学、アリコ大学、中文大学と本当にたくさんの地名が出て現場が出て、もう本当に混乱した方たくさんいらっしゃるかと思いますので、ぜひこのパンフレットをご覧になって2019年に何があったのか見てた人も見てなかった人も忘れてしまった人もぜひこのパンフレットは貴重なものになっております。大変、濃い内容のものとなっておりますので、ぜひそちらの、そちらでショップで、販売しておりますので、ぜひ、ご購入なさって、お帰りに、ご購入なさっていただけたら、大変光栄に思います。サインを、アリックリート、監督が、私でよければ、サインして、サインさせていただきますので、監督もこの後お話できますので、ぜひ、香港のことをもう少し、考えながら最後まで、お付き合いいただければなと思います。はい、ありがとうございました。アンさんとジャーナさん、これ以上特賞の時間が以上なんです。これから写真撮るの時間なんですが、もしみんなよければぜひ写真撮ってください。SNS でシェアしてもいただけると幸いです。Thank you.